ちゃん。こんにちは。さあ豊さん、つい先日、栗山監督が侍ジャパンの内定者の発表がありました。なんで先に出すんだろうなと思ってたら、はい、ポスターの関係とかあるらしいな。そういうことなんですね。そうなんだよ。だから発表してないのにポスターが出来上がったおかしい。おかしいだろ。だからそれはもう苦肉の策なんらしいんだよ。だからそこはちょっと多めに見てあげなきゃいけない。まあ夢としたら、はい、ドーンと発表、はい、これが夢だったんだけど、はい、先に10人やっぱこうねポスターとかあるから裏の関係だったんですね。まあ、裏の関係があるんだね。なるほど。ただ、はい、残りの18名が、はい、まあ、これ公式ではないんですけれども、うん、もう内々定ということで各社が一斉に報じました。まあ大きくは狂ってないし、まあ、ほぼほぼ当たってんだろうね、はい、そうだと思います。まあまあそうだね、これはもうで一応正式発表は1月末なんですけれども、はい、26日ね、はい、多分まあこうだよっていうのを各社に多分発表されたんだろうなっていうところだと思うんですけど、まあ、選手からも漏れるしな、まあ、そうだと思いますよ。辞退者もいるし、そうなんです。そうなってくるとだん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 絞られるよね。はい、で各社ともにもうメンバーがほぼ一緒なのでもうこれはそうなんだなっていう間違いないよね。誰だ喋ってるの、はいね、ですかね。もうただまあ投手が15人、捕手3人、内野8人、外野4人ということで全部で30人で、これは投手に関しては過去最多、ね、15人というのはところなんですけれども、まあ、球数制限があるからさ、はい、変えたくないけど変えなきゃいけないんだよね。そうなんです。第1次ラウンドは65球、はい、準々決勝が80球、はい、そして準決勝以降は95球というふうにルールで決まってます、ね、はい、そういうこともあって、もうボールなんか投げてる暇ないよね組み立てとか言って、はい、よしここは3ボールから勝負できないよね。もうどん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 取っていかないとってことになるんですが、ね、まあ、豊さん以前の動画で、はい、内定プラス豊さんこのメンバー入るんじゃないかっていう予想もしていたんですが、はいはい、投手に関して、はい、例えば楽天の松井裕樹投手入ってきました、はい、それから広島の栗林投手、はい、でヤクルトの高橋奎二投手、はい、から日本ハムの伊藤大海投手、はい、からオリックスからは宇田川投手、巨人の大勢投手、阪神湯浅投手、オリックス宮城投手、中日高橋宏斗投手というところで、はいはい、まずは投手陣がこうなりました。そうだね、変則入れてないんだよね、はい、そうなんですよね、左のね。これ高梨投手とかいいんじゃないかって、はいはいはい、高さんおっしゃってましたけど、まあ正統派のピッチャーだよね全部。そうですね、まあ、ただ力があるね、みんなそうですね、はい、だから変則というよりも力でねじ伏せようとしてるけども、なかなかうまくいかないのが国際試合だよね、はい、やっぱ速い球には強いからね。そうですよね、だから、まあ、ある程度の変則だとか、まあ、変化球だとか、うん、まあそういう、まあでもみんなスプリットを持ってるし、はい、まあ、フォークも持ってるピッチャーが多いんで、うん、まあ、大丈夫かなっていうふうには思うけどね。でも先発がダルビッシュ投手、それから大谷投手、うん、山本由伸投手、佐々木朗希投手、この4人で回していって、第2先発を、いや今永も先発入んない。今永投手入んない。第2先発、はい、戸郷投手であったり今永投手、うん、あと高橋奎二投手、はいはい、それから伊藤大海投手などなどはやっぱ第2先発が重要になってくると栗山監督おっしゃっていて、そうなるんじゃないか。まあ、そこは若い人なんだね。これは逆に最初の先発を若い選手に任せて、はい、第2先発からベテランを使っていけばいいかなって。まあそうだな、難しいな、うん、立ち上がり下手なピッチャーもいるからね、ベテランになってもね、はい、非常に難しいけど、まあまあそれはやっぱこうそういう調整をさせるんだろうから、うん、まあ、調整がうまくいくといいなっていうふうに思うけど ね、うん、あとメンバーでオリックスから宇田川投手だったんですけども、山崎総一郎投手は、はい、まあ、入っていないということで、うん、まあ安定感というかコントロールという意味では宇田川の方が一番上かなという、うん、まあ、ボールのスピードもそうだし、ちょっと山崎はまだまだちょっと荒削りというか、はい、投げてみなきゃわからないっていう部分もあるから、うん、だからちょっとそこら辺は不安だったんじゃないのかな。あ、そういうところも見て宇田川投手なのかなと、うん、あと抑えは、まあ、大勢投手、あと栗林投手も入ってきました。この2人でっていうことになってくるんですかね。まあ、どっちかが先後かっていうことにはなるけども、うん、はい、栗林が3年目でしょ、はい、でその中にオリンピックもあったりとかして相当疲労はしてると思うんだけど、大丈夫であってほしいなって思うけどね、はい、これやっぱこうルーキーからずーっと走り続けて、うん、まあ、昨年ちょっときつくて、はい、今年大丈夫かなっていうのは思うけどね、うん、思うけど、
やっぱり実績としたらやっぱオリンピックも経験したりとか、はい、いろいろしてるからね。もし万が一例えば栗林投手がそういった疲労とかの意味で打ち込まれてしまうとなった場合、例えば大勢投手と誰を例えば、まあ、松井がいる、松井勇気が、松井勇気投手いますもんね、うん、そうですよね、だから、うん、そうだね、うん、松井はコントロールで苦しむ時あるからな、あちょっと怖いけどね、まあ大勢は一番安定はしてる、ただ安定はしててもボールが一番甘いのは大勢だよね、うん、そこどうなんですかね、だからここら辺が誰が外国人に合うかどうかを見極めないといけないよね。おととしの東京オリンピックの時にあの変則の青柳投手がちょっと打ち込まれるシーンがあったりとかしたので、変則にだんだんその向こうの選手たちもタイミングどうなんですかね、まあ、変則だけどタイミングを合わすことっていうのは上手い選手はたくさんいるからね、うん、でやっぱり一流になればなるほどごまかしは効かなくなるから、はい、だから、まあ、そういう意味ではそうだな、まあ、大勢の勢い、うん、あとはフォーク、はい、まあ、強いのスライダー、はい、まあ、そういったものがね、うん、まあ、栗林のね、まあ、フォークもそうだし、はい、うん、まあ、そこら辺で抑えていくしかないのかなっていう、そうですね、うん、と思うけどね、はい、さあキャッチャーですけれども、はい、まあ、甲斐選手は内定してました、はいはい、で残り2名誰になるんだろうというところでヤクルトの中村悠平選手、はい、そして森選手が辞退したということもあって、なんで辞退したのかな、あの本人はやっぱり今シーズンやっぱチームが第一優先だと、なので、まあ、FA で変わってるからな、はい、で中島監督もその若月選手らと競わせる争わせるっていうふうに話していたので、やっぱりレギュラーを取らないことにはっていうことで辞退っていうレギュラー決まってるでしょ、あれだけ金取って取った選手はレギュラーじゃないってどういう金の使い方がしてるんだみたいな、そうですよね、それはなるよね、はい、ただいやそれは言い訳にしたらちょっとあまりにもうまくない言い訳だよね、いやだからちょっとやっぱりいろんなピッチャーを受けてほしいし、はい、シーズンに備えてほしいって言うんだったら分かるよ、はい、競わせたい、はい、そんなレベルの選手じゃないでしょ森は、そうですよ ね、 ねと思うよこれは、はい、よって辞退になってしまったので、まあ仕方ないね、はい、でもサッカーのこういうワールドカップとか辞退すると罰則があってね、何試合か出場停止になったりだとか、あ、そうなんですか、うん、だから辞退できないんだよ本当は、あ、サッカーはそうなんだ、サッカーはそうなんだ、厳しいんだよ、野球は別に OK ですよね、バンバン辞退だそうですよ ね、 ねというわけで大城選手が巨人から、はい、選ばれました、そうだね、はいはい、に見てますか、まあ代打の切り札、はい、まあ、切り札っていうか、まあ、代打も使えるし、うん、まあ、場合によってはそのキャッチャーもかぶってもいいしね、はい、うん、だから、まあ、大城にとってはすごくチャンスな、うん、自分のキャリアを積む上でね、はい、そういうところが回ってきたなって思うよね、そうですよね、うん、だから、まあ、大城でもちゃんとできるだろうしね、確かに、あとやっぱりその大舞台でもいい経験というか、ああ、そうできますもんね、そうそうそう、うん、で盗塁阻止率が悪いかっていうとさ、そうでもないしね、はい、しっかり刺してるしね、別に悪くはないと思う、全然いいと思う、そうなんですね、うん、はい、そして内野手です、内野手、もともと決まっていたのが源田選手、牧選手、村上選手の3名だったんですが、はい、そこに5選手一応内内定ということで、西武から山川選手、ヤクルト山田選手から巨人の岡本和真選手、阪神の中野選手、そしてソフトバンクの周東選手ということで、この顔ぶれは豊さん、ちょっとポジションかぶりもあったりとは思うんですけれども、まあそうだね、はい、まあ、牧がセカンド、山田がセカンド、はい、で中野が両方ということを考えると、ちょっとあのセンターラインの枚数が少ないよね、はい、二遊間の、そうですよね、うん、だからまあ坂本が辞退をしたということで、はい、ちょっと構想が狂ったんだとは思うけどもね、これで中野選手が入ってきたっていう感じになるんですかね、うん、まあ、そうかもわからんね、うん、で山田もショートはできないから、はい、セカンドとファーストでしょ、はい、牧もセカンドとファーストでしょ、はい、で岡本が入った、はい、これサードとファーストでしょ、はい、まあ、村上もサードとファースト、はい、これなんかポジションかぶりが結構あるんだよね、結構多いですね、で二遊間の人間っていうのは多分ファーストはできるんだよ、はい、で浅村入ってないしさ、入ってないです、で山川入ってきたというファーストしかできない、はい、まあ、DH もできる、でも DH には大谷がいるということでしょ、はい、そうなんですよね、だからちょっとここら辺がすごく重く感じるよね、周東選
手は、まあ、セカンド、うん、まあ、周東はソフトバンクの登録っていうのは何になってるのかな、内野手になってるのかね、どっちなんですかね。いや俺は周東がいるおかげで、はい、外野手がこれから発表する4名になるんだけども、はい、でも周東が外野できるから、うん、どこでもね、はい、だからまあ5人って考えてもいいんだよね。あ、内野手で登録してるからここでは内野手登録だけども、はい、俺は外野を考えてると思う。あ、そういうことなんですか。そうそうそう、だから周東が俺は内野を守るっていうのはよっぽどじゃないと守らないと思う。だから外野だったらあるよ、あ、ちゃんと守備固めてね。ただこの内野8名っていうのはでちょっと、ね、センターラインが弱いっていうのは気になるところですよね、まあ、ちょっと弱いな、非力だな。そうですよね、うん、それと、まあ、守備ということを考えると、はい、まあ、源田はスペシャリスト菊池を外したっていうことは、はい、どうなのかなっていうのは思うけどね。そうです、これによって多分こういう内野手の守備それから内野手 その攻撃っていうものを見て栗山監督の目指してる、うん、その日本の野球っていうのはどういうものを想像すればいいんですかね。まだこれ始まってないから分かんないけど、はい、ただパワーでは勝てない、うん、どんなパワーを持っていったとしても、うん、向こうのパワーにはやっぱ負けるわけよね、アメリカとかドミニカとか、うん、そういうところのチームにはね、うん、キューバとかね、だからやっぱ細かい作業にはなってくるとは思うけど、うん、ただなんて言うんだろう、まあ岡本が入ったっていうのは、はい、やっぱり初球からいけるというね、うん、データがなくても投げてきたボールに対して対応していけるバッターだよね、うん、岡本選手なんかもう最初の1試合目からスタメンというかスターティングメンバーに入ってくる。岡本、はい、いや分かんないな、これこれスターティングメンバーに入る選手、まあそれは後からやった方がいいですね。これはねいかようにも考えられるんだよ、うん、で山田をセカンドに入れて牧をファーストにするのか、ほう、逆に牧をセカンドに入れて山田をファーストにするのか、これやりようっていうのはいくらでもあるんだよね、うん、ですね。そんなに外野いきますか、はい、で外野が近藤健介選手、鈴木誠也選手、吉田正尚選手、ヌートバー選手っていうふうに、これも一応発表されていたメンバー、これ、ま、吉田正尚がどうなる許可得られたんですかね。なあ、だか分かんない、これまあ流動的なのかも分からないけどね、はい、うん、まあ、だけどそうなってくると、まあ、鈴木誠也ライト、ヌートバーセンター、はい、吉田正尚がレフトだよね、うん、控えにコンちゃんということだけどね。でもし万が一あった場合に一緒の周東選手が外野も守れる、あ、まあこれは守備固めとしてね、はい、まあ、スタートはないと思う、この4人の中で、うん、スタートするとなってくるとヌートバーがよっぽど調子が悪くて使えないっていうような判断を下した時にちょっとセンター守ってくれるっていうことは出てくるかもね。あ、一応外野4名っていうのはこれはやっぱり少ないの方ですか。まあ登録としては少ないよ、うん、4名とすれば、はい、まあ、ただ周東が外野で使えるということを考えると5名というふうに考えると少なくもないけどね、うん、これ万万が一何かあったら例えば、ま、大谷選手って外野もできるのでそういうことも万万が一あるんですか。選手がいなくなったらそうやるしかないよね。もし何かあったらっていう、ただエンジェルスはやめてくれって言うでしょうね。そうですよね、守ってる時にいきなり投げるなんて、まあそうですよね、大谷はピッチャーだよってなります。ピッチャーとバッターだよって、うん、守備者じゃないよって思うかもわからないよね。そうですよね、だからまあそこら辺の契約で守備にはつかせない、うん、ピッチャーとバッターでやってくれて、バッターは DH、うん、ね、ピッチャーは先発、うん、っていう風な契約で来てると思う、うん、そうかもしれないですよね、うん、まあ、ざっと今メンバー見ていきましたけれども、どうですか豊さん、なんかこう感じたこと。感じたことは、うん、やっぱ辞退をしてる人間が数名いてね、うん、まあ、それでやっぱ構想はすごく変わってるということかな、うん、いや、まあ栗山監督がこれがベストだというふうに、まあ、言うと思うよ、はい、うん、言うと思うけども、頭の中ではいやちょっとベストが組めなかったなっていうことは思うだろうね。うん、そうですよね、多分ね、自体の選手もやっぱりいるので、でもまあそういうこと言うとさ、いろんな人に迷惑をかけるし、うん、まあ、辞退した選手たちにも負担になるような
言葉は残さないと思うだろうから、うん、まあ、いやベストが組めましたっては言うと思うけどね、うん、いやでもこう面々見てこの中で最年長がダルビッシュ投手36歳で、はいはい、唯一の昭和生まれで、あとみんな平成なんですよダルビッシュ昭和なの？いやそうなんです、いや親近感湧くなそうなんですよ、 そう、あとみんな平成生まれで、なんか WBC 第1回とかってイチロー選手がいたりとか、はいはい、であと、ね、ダルビッシュ投手が入ってきた投手はもう一番その年齢が若くてっていうイメージが、今もうダルビッシュ投手が最年長で引っ張っていくっていう、はいはい、そういう風になってきたんだなっていう、あとは若手も多く入ってきてるんだなっていう風に、まあダルビッシュはね世界一のピッチャーだよ、はい、やってくれるよ、彼が引っ張ってくれますよね、引っ張ってくれると思うよ、そうですよね、うん、まあ、はい、ね、あともうちょっとで始まりますよ、そうだね、はい、WBC もで、あの WBC の情報、あとまたね行動で、まあ、キャンプというかもやると思うので、でもこれを考えるとさ、はい、やっぱアマチュアの人、うん、やっぱ内野手とか、はい、特に二遊間を鍛えたらプロに道は早いな、そうですね、やっぱね人材がいないわ、いないですね、なかなか、確かにこれっていうのが、うんうん、ショートセカンドやっとくべきですね、ショートセカンドでやっぱパワフルなやつ、うん、そうですね、ちょっと鍛えてほしいなと思うね、見えてきましたねそういうところが、あ、まあ、でもピッチャーはすごいよな、いやもうあのすごいメンバーが出揃ってますもんね、ピッチャーはいいとして、はい、内野手がちょっと非力だな、そこがね少しちょっと心配というか、そうだね、うん、まあサードファーストでパワーヒッターっていうのは育つだろうけど、やっぱ二遊間でパワーヒッターの動けて守りのいいやつ、うん、これをぜひとも育ててほしいな、そうだね、いやだからそれが今まで坂本選手であったが代表的だったよねっていうところだったので、そうですね、まあ、あの豊さんのこの動画では WBC あの始まる前から始まった後もずっと追いかけていきましょうね、もちろん終わったらもう開幕だからそうですねずっと追いかけるから、しょうがないね、行きましょう、はい、はいはい。